視聴者ゼックウラ2 h e r o ズで初公開。メンバーの意外な趣味と私生活の一端に迫る。ウラ 2>, 2 h e r o ズでしか見られないメンバーの素顔に迫る。トベの素晴らしい世界にまた一つ新たな扉が開かれますよ。今度の特別番組トゥーヒーローズトベファーストスーパーライブスペシャルエディション。 5月8日水曜日の18時にトベ公式 YouTube チャンネルで解禁されるんです。あなたたちもうお知らせを見たでしょうかコメント欄にはファンの皆さんからの興奮がひしひしと伝わってきますね。みんながどれほど楽しみにしているか想像するだけでワクワクしてきます。さて、この特別番組では一体どんなお話が待っているのでしょうか ファンの皆さんも嘘はそ,そわしていることでしょう。コメント欄にはみんなが予想や期待を膨らませながら楽しみにしている様子がにじみ出ています。一方で私には一つ疑問があります。この番組で一体何が起こるのでしょうか過去のライブの裏側を垣間見ることができるのかそれとも新たな展開や情報が待っているのでしょうか実は この番組にはまだ解明されていない謎が隠されているかもしれませんね。もしかしたら、アーカイブ配信がさらに楽しくなるような何かが、この特別番組で明らかにされるのかもしれません。あるいは、ファンの皆さんの想像を超えた新たな展開が待っているのかもしれません。五月八日十八時、ついに飛べ公式 YouTube チャンネルで、ウラ 2HEROZ が公開されます。 ファンのみんなが待ち望んでいたこの特別番組では、トゥーヒーローズ、トベファーストスーパーライブ、スペシャルエディションのこれまでにお見せできなかった裏側をたっぷりと公開していきます。先日、ファンの方からのコメントにもあった通り、3人のメンバーが照れながら互いに褒め合うシーンなど、これまでのライブの中では見られなかった元の表情がたくさん収録されているとのこと。 ライブ本編ではかっこよく決まっていた3人が、ふとした瞬間に見せる恥ずかしがったり、赤面したりする様子は必見です。さらに、メンバーの私服姿や楽屋での様子、リハーサルの模様なども公開されるとのこと。普段見ることのできない裏側を覗き見する貴重な機会となるでしょう。ライブ本編を何度も見返してきたファンの方にとっては、 これまでとは違った切り口から 2HEROZ の魅力を再発見できると期待できます。ライブアーカイブ配信を楽しむ上でも、このスペシャル番組を視聴することで、たくさんのエピソードや秘話を知ることができるでしょう。番組を見た上で、改めてライブ映像を視聴すれば、より一層ライブの雰囲気を感じ取れるはずです。例えば、プライムビデオで配信されている 2HEROZ、 トベファーストスーパーライブスペシャルエディションを見た後に、この裏ラ2 h e r o ズを視聴すれば、ライブの裏側をより深く理解することができ、トベ3人のキャラクターや人間性をより一層感じ取れるはずです。さらに、この番組では、ライブ本編では触れられなかった新しい情報や、バンドのルーツ、メンバーの私生活などについても触れられるかもしれません。 これまで知り得なかった真の2 h e r o ズの姿が明らかになるかもしれません。番組の随所に散りばめられているであろうファンサービスやサプライズにも注目が集まりそうです。これまでの2 h e r o ズのパフォーマンスを知る上級ファンたちが番組を通してどのような新たな魅力を発見するのかとても楽しみです。ライブの裏側を独占公開するこの特別番組を見ることで 2 h e r o ズの新たな一面に触れられるチャンスです。視聴者それぞれが3人のメンバーの素顔に心を奪われ、今まで見えていなかった部分にも注目しながら、2 h e r o ズの魅力をより一層感じ取れるはずです。果たして番組ではどんな秘話が明かされるのでしょうか。3人のメンバーがどのように素の姿を披露してくれるのか、ファンの期待は高まるばかりです。 5月8日18時の配信を心待ちにしましょう。この特別番組が明かす真実は、まさに明日の18時を待つしかありません。しかし、その前に私たちも一緒に考えてみましょう。この番組で、どんな裏側が明かされるのか、また新たな展開が待っているのか、どんなシーンがファンの心をくすぐるのか、想像してみてください。また、 この番組が明らかにする真実は、単なるエンターテイメント以上のものかもしれません。トベの世界に新たな知識や理解をもたらすきっかけとなるかもしれません。ファンの皆さんがトベの魅力をさらに深く理解し、より一層愛着を持つことができるかもしれませんね。あなたたちもうお知らせを見たでしょうかコメント欄には、 ファンの皆さんからの興奮がひしひしと伝わってきますね。みんながどれほど楽しみにしているか想像するだけでワクワクしてきます。さて、この特別番組では一体どんなお話が待っているのでしょうかファンの皆さんも嘘わそわしていることでしょう。コメント欄にはみんなが予想や期待を膨らませながら楽しみにしている様子がにじみ出ています。一方で、 私には一つ疑問があります。この番組で一体何が起こるのでしょうか過去のライブの裏側を垣間見ることができるのかそれとも新たな展開や情報が待っているのでしょうか実はこの番組にはまだ解明されていない謎が隠されているかもしれませんね。もしかしたらアーカイブ配信がさらに楽しくなるような何かが。 この特別番組で明らかにされるのかもしれません。あるいは、ファンの皆さんの想像を超えた新たな展開が待っているのかもしれません。この特別番組が明かす真実は、まさに明日の18時を待つしかありません。しかし、その前に私たちも一緒に考えてみましょう。この番組で、どんな裏側が明かされるのか、また新たな展開が待っているのか。 どんなシーンがファンの心をくすぐるのか想像してみてください。また、この番組が明らかにする真実は単なるエンターテイメント以上のものかもしれません。トベの世界に新たな知識や理解をもたらすきっかけとなるかもしれません。ファンの皆さんがトベの魅力をさらに深く理解し、より一層愛着を持つことができるかもしれませんね。トベの特別番組。 トゥーヒーローズトベファーストスーパーライブスペシャルエディションの解禁が迫っている中、ファンの皆さんの期待は高まるばかりですね。この特別番組がトベのファンにどんな新たな興奮や感動をもたらすのか、解禁を心待ちにしています。一方で、私たちもこの番組が明らかにする真実や裏側について、様々な予想や期待を抱いています。 番組が放送される明日の18時まで私たちも一緒にワクワクし予想を膨らませてみましょう。あなたの考えや期待をコメント欄でシェアしてください。他のファンの皆さんと一緒にこの特別番組について熱く語り合いましょう。明日の18時、トベの特別番組が解禁される瞬間にあなたは何を期待していますか どんな裏側が見られるのか、どんな新たな情報が明らかになるのか、一緒に楽しみましょう。最後に、この特別番組に関するあなたの予想や期待をコメント欄に書き込んでみてください。あなたの考えや想像が、他のファンの方々との共感や議論を呼び起こすかもしれませんよ。